えー、こんにちは。花井玲子さん。今回はね、難しいというキーワードを使ってみようかと思うんですけども、私自分でね、これは難しいっていうことってないんですよ。要するに、多くの方が難しいっていうのは、イコール不可能っていうのをね、指さしてるんだろうなと思うんですよ。ダメだとかね、困難だとか言うんではなくて、これ難しいよね、とか言っちゃって、えー、宣言しちゃうんですよ。で、難しいって宣言したことは大抵取り組まないんですけども、いや、はてと考えてみてね、あの自分の人生の進む道に、 難しいと私はあの今まで生きてきていろいろまあ経験したりとかね、えー、目の当たりにしてきたことがありますけども難しいと感じたことはないんですよね。なんとなくやってきてなんとなくやってこなかったあの連続の積み重ねが今日作ってますんでなんかその粉骨再心取り組んだこともないですしね、うん、なんか無力感を感じたこともないし。 あんまり考えたことがないんですけどね、<laughs> ぼーっとしてたら今日に至るみたいな感じなんですよね、うん。で、この難しいというキーワードなんですけども、あらゆる場面でいろんな使い殻で方をすると思いますけども、そこまで難しいものに出会わなくても、自分の幸せやね、勝利を勝ち取ることはできると私は思うんですよね。で、そのいい例が、最近ね、その、切り抜き切り抜き動画って YouTube であるんですよ。この切り抜き動画っていうのは、 切り抜き動画を作る人は有名でもなんでもないんですよでももいすよ世の中の有名な人のなんか動画のね長いやつをちょこっとね編集して30秒とか1分のところを抜き出してそれをいくつかつなげてコンテンツにしていくってやつなんですけどもまあこういった作り方っていうのは昔からあったんですけどもねこれっっててのの自分でで何かしてるのかしるなと思っちゃうんですよだからアクセスを稼ぐのっていうのはそんなに難しくはないなと思うんですよね。 えー、ただ逆に何が難しいかっていうと多分ねパソコンの操作法を覚えるのが難しいぐらいのもんなんじゃないかなと思うんですよ難しいというのがあればで私は40過ぎてからマージャンテの親父からパソコンを始めましたけどもそれよりも難しいと思わなかったですよねキーボードを押せば別にどんな有名人でも私でも同じようなね文字は打てますしマウスだってねこれクリクリってやれば誰がやっても同じように動くわけですよ これ難しいかなと思っちゃうんですよねだから「難しい」という言葉を常用することによってね度々使うことによって自分でそこから足が遠のくみたいな効果は生まれるんだろうと思いますからこんなん簡単じゃないのみたいなねこのくらいのことはできんじゃないのみたいなそのぐらいの軽い気持ちでやっていけばいいんじゃないかなと思ったりもするわけですけどね。さあ,あの一番難しいのは最初の風を作ることということでしたけども。 うんまあそういう考え方もね、あらかじ否定するものではないですけども、私はこんな感じでね、難しいことを一切やってこなかった立場なんで、いや、俺ね、そんな難しいことやってきたよ、みたいに誇るものは何もないんですよね。<laughs> なんか、いや、どれもなんか、なんとなくやれました、みたいなね。なんとなくできちゃったかなと。これ難しくなかったですよ、みたいなちょっとね、あの、しばらくやってみたらできましたとかね。 で、1億円稼ぐのも、いや、YouTube1 万本上げたらなんか1億円できちゃった結果的にみたいな、そんな感じですよね。で、まあ暗号通貨もそうですけども、なんかいろんなね、えー、こう相場感を生かしてる人とかね、投資の技術をそこに詰め込んでる人いますけども、いやいや、私たまたま買ったのがね、ICO でドーンとね、ブレイクして、なんか今、すごい金額になってますよ、みたいな。全然難しくなかったよ。なんか買ったらそうなったんでね、もう買って忘れてたようなもんですよ、みたいなね。そんな感じですよね。 まあ今でいうこれぐらいは体のエイダーなんですけども、体のエイダープレセールで買って、なんか死んだけど、買ってよかったのかなと思ってね。ほっといたら、まあ今ね、凄まじいことになっていて、買ってよかったな、みたいなね。今1500倍ですよね、大体。0.2円で買ったのが、大体今300円ですからね。じゃあそこに技術やテクニックがいったのかって言ったら何もないですからね。そう考えると今ね、コツコツ FX、毎日毎日やってるんですけども、いや、これでね、1年間で1000万ぐらい。 しか稼げないわけですよ、ね、10年やって1億円なななんんですすよよだろうなと思いますよね10年コツコツ,コツコツコツ毎日やっていろんなものを覚えて損失を出しながら這、はいずり回ってやってきて年間でね5年前はマイナス4年前は400万みたいなところから徐々に上がってきて去年まあ1000万にはならなかったんですけども1000万前後達成してねいやー今年も2 0 2十年もなんとか1000万いきそうだなーと思っているところに あれ昔買ったカルトネードがなんか1億円超えてるよみたいなねなんだこれはみたいな <laughs> まさに投資っていうのはその買っておいてほっといたらそうなったみたいなのが投資なんでしょうねそう考えるとこの毎日ね数時間スパンで売り買いしている FX って何なんだろうなと思っちゃいますよねこれ単なる作業だなと <laughs> 製造業みたいなもんですよねお金を生み出す製造業みたいな <laughs> もしくはチャートに従っていろんなね えー、絵を描いていく。デザインをすると、儲かる。デザイナーみたいなね。そんな仕事からと思っちゃいますよね。<laughs> FX って投資なんですかねなんかね。FX は投資じゃないように私は見えてきました、最近は。<laughs> なんかね。<laughs> やれば儲かるけど、儲けは薄いみたいなね。投資なのかな投資ってのは買って5年とか10年放っといたら、10倍、100倍、1000倍になってましたみたいなね。そんな威嚇千金みたいな物語に見えて。 そこに技術テクニックはいらないのかなと思っちゃいますけどもいかがでしょうかそれでは本日は通して何みたいな感じになりましたねはい失礼します